玉狩り四館は東京都多摩市の多摩センター駅南口にある複合商業施設マグレブイーストの旧称。かつては小田急グループに属していた。現在は隣のマグレブビルを経営する株式会社ユニカが取得し、マグレブブランドで運営している。1991年10月10日、小田急百貨店は子供服を専門に取り扱う母と子の百貨店。 原宿カリオン館、東京都渋谷区、原宿を開業した。1990年代前半のバブル時代における原宿カリオン館の開店は、西武百貨店渋谷店の同業体の店舗、キッズファームパオの開業にも影響を与えた。1993年3月27日、小田急百貨店は玉オ四館を開業した。1994年2月28日、 原宿カ四館はわずか3年足らずで閉店。なお、西武百貨店渋谷店、キッズファームパオも数年で閉鎖され、跡地はタワーレコード渋谷店となっている。その後、玉カ四館は小田急百貨店から小田急ビルサービスへ移管された。2002年3月31日、8階にあった映画館玉カ四シアターが閉館した。2013年3月、 隣接する商業ビル、マグレブビルを管理、運営する株式会社ユニカが玉刈四館を小田急グループより取得したことを発表。2015年4月1日、株式会社ユニカによりマグレブイーストとして新装開店。2015年5月、8階にあった多摩市役所、多摩センター駅前出張所は、京王多摩センター駅の駅中ショッピングセンター。 京王多摩センター SC の2階へ移転した。なお、多摩カリオン館時代より、財団法人多摩都市交通施設公社が運営する、共同利用駐車場での割引サービスは、受けられなかった。マグレブイーストとなった現在も、隣のマグレブビルともに、新都市センター開発株式会社による、多摩センター地区共同利用駐車場の割引対象とはなっておらず、 店舗利用による駐車料金割引を受けるには、マグレブビル、マグレブパーキングビルの駐車場サービスを利用することになる。マグレブイーストとして、現在営業中の店舗については、公式サイト、フロアマップマグレブマグレブイーストを参照。小田急グループによる玉仮四館としての最末期のフロア構成は以下の通り。ありがとうございます。